はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は札幌の限定醸造、ラガーズハイ。なんか、あれだな。華やかホップ、アルコール度数 7%。さっそうとした喉越し。なんかあれだな。ドライバーズハイみたいなね。GTO のアニメちゃうわ。まあアニメだっけ。アニメか。アニメ GTO の主題歌のドライバーズハイみたいな。あれかっこいいよね。あの曲大好きなんですけど。誰だっけ？ドライバーズハイってあれ誰のあれだったっけ？曲だったっけ？アーティスト、忘れました。原材料が発泡酒過去麦芽とホップと大麦と糖類とスピリッツ過去大麦。あれドライバーズハイってあれなんだったっけ？GTO の、俺ドライバーズハイ好きなんで、iTunes には入ってるんですけど。ドライバーズハイ、あ、ラルカンシエルか。ラルカンシエルですね。もうラルカンシエルって、ラルクって聞くとすっげえ懐かしいんですけど。あれ、今でもラルクはあると思うんですけど、俺が中学生ぐらいの時にヒットした、アーティストですからね、あれね。ラルクアンシエルって。懐かしい。何年前？ 10 年、15年前ぐらい。せやね、15年前ぐらいね、ちょうどね。そんじゃ、乾杯。これ、いわゆる第3のビールっすか。札幌ラガーズハイ。また札幌か。ラガーズハイ。うん、ちょっと苦めですね。しかもアルコール度数 7% っていうのはなかなか。珍しい。アルコール度数 7% の第3のビールでしょ。かなり強くないか、アルコール度数 7% って。すごいですね。よく考えてみると。ふと思ったけど、本当にそうだな。7% って本当すごいな。まあ、第3のビールやけど、ね、これで、お前あれやったら、生ビールやったらもう恐ろしいね。アルコール度数 7% の、生ビールだと恐ろしいけど、さすがにそれはない。うん、喉越し。さっぱりしてる。夏にいいかもね。これちょっとね。うん。ラガーズハイ。で、7% の割には全然 7% っぽくないんですね。うん。別になんか、アルコールの臭さもそんなにないし。うん。別にあれやん。普通に飲んで、うん。いける感じ。札幌はさ、もう、前の動画ぐらいで言ったけど、恵比寿ビールがクソだから。もう札幌で行くと黒ラベルぐらいだな。この黒ラベルは、まあ俺が、まあ何度か言ってますけど、初めて飲んだ生ビールなんで、人生初生ビール。なんで、非常に思い入れがあるんで、あれですけど。美味しいです。確かに。
王道の、王道かどうかは知らんけど、まあ、まずい、うまい。って言ったら、もう断然うまいの部類の、全然あの、すごいビールだと思いますね。さすが。全然5つ星つけれるレベル。多分、今評価したら5つ星ぐらいの評価いくんちゃうかな。もうだって、俺サントリーのプレミアムモルツよか俺この札幌黒ラベル大好きだもん。より好きだから。あの、結局クオリティが全然違うんだよね。あ、これはあくまでもプレミアムビールじゃねえから。黒ラベルってね。まあ今、値段が200円ぐらいか？だよね。まあ消費税込んでも200いくら？ 20 円ぐらいか。で、買える。クオリティでいくと、非常にコスパ高いっていうのが黒ラベル。だから、普通のビールの中で、ね、これだけクオリティの高いビールっていうのはなかなかなくて、あくまでサントリーのプレミアムモルツなんていうのは、あれはただのプレミアムビールだから、当然それよりは高いんですよ。高いくせにあの程度の値段、じゃあ、あの程度の味しか出せないってことはもう、正直、個人的にあんまり、おすすめはしたくない。あれ。札幌はね、やっぱりね、黒ラベルっすよ。札幌はラガーじゃダメ。うん。個人的に札幌ラガーはあんま好きじゃねえな。ラガーはやっぱりね、なんだっけ。キリンラガーですよ。ラガーは。ラガーはね、キリンに任せとけばいい。パクる必要ないんですよ。わざわざラガータイプのビールっていうか、ラガータイプっていうより、ラガーの名をね、関するビールはね、別に札幌ではいらない。黒ラベルがね、今のままずーっと残ってくれれば全然いいんですけど。ただ、エビスビールがね、変わってしまったので、今後この黒ラベルがこの味でいられるかどうかっていうのは、はっきり言ってもう誰にもわからないっていう。だからまたこの黒ラベルが変わってしまう可能性もあるわけです。で、こういうことを俺が言ってると、また黒ラベルもまずくなって、リニューアルしてくる可能性があるんで、あんまり言いたくないんですけど。本当にどいつもこいつも俺のうまいって言ったやつを、どいつもこいつもなんか、ねえ、削除してきおるからな。マジで。ふざけんなっつうかな。なんで俺のうまいうまい言ったやつを全部消していくかわからん。もういらんのやつ、いらんやつはもう全部消せよ。もう、まずいっていうやつ全部消してくれよ。じゃあ逆に。俺がまずいって言ったやつはもう消していいからさ、もうどんどん消してくれよ、本当に。まずキリンの一番絞り、これはまずいね。いらない。もう、消えろ。消えろ、消えろ、もう。あとサントリーのプレミアムモーツもあれもいらないわ。何がプレミアムじゃん、ボケ。あんなもんいらねえんだよ。あと、ここで言うと、キリンの淡麗の極上生。だからこれもなんだよ。だから淡麗のお前。キリンの淡麗生はどこ行ったんだよ。これだってお前あれじゃない。俺はうまいうまい言ってたら、ああ、消えよってよ。ふざけんなっつんだよ。お前何個消えたと思ってんの？お前それでお前、お葬式したやんか。キリン淡麗極上生とかに変わりやがって。
何が極上じゃ。まずいんじゃ、ボケーって。ボケかすって。本当にふざけやがってよ。でもこれだけは言っといても多分大丈夫。アサヒスーパードライはうまい。絶対これは多分、まあ、味は変更せんだろうね。なぜならば、これだけは言える。アサヒスーパードライは、味変えたら多分大変なことになると思うね。これはいかにこのアサヒスーパードライっていうのが、すごいかっていうのは、いかにその味を変えずに、ずっとこの人気をね、生ビールで、人気ナンバーワンをね、いかに保持できるかっていうのは結局クオリティの問題になってくるからね。消費者は味に敏感ですから。これをリニューアルして、味を変えたら、確実に売れなくなる。なんでったって日本で一番売れてるビールですからね。その代償はでかいです。たとえ今の 1% が飲まなくなったとすると、結局飲んでる人間が多いから、たったの 1% でもすげえ損害なんです。結局。つまり味をいかに変えないか。もしもうドカッと味を変えるっていう時が来るとしたら、もしそれをね、味変えたとして、売れなかったら、もう完全にそいつはもう、それを考えたやつはもう確実に左遷ですよ、左遷。もう社長退くレベルの、責任重大ですからね。はっきり言うとスーパードライは絶対に味は変更しないでしょう。味を変更、札幌の、なんだ、恵比寿みたいに、あんな全然ボカーンと俺みたいなバカの味が、ね。バカみたいな舌を持っていながらも、もう完璧にわかるっていう味。恵比寿ビールのね、味の違いとかを、あれぐらいの味のね、変更をボカッとやったら、これスーパードライはもう、朝日はもう終わりです。はっきり言って。本当にそれは言っときます。朝日スーパードライは絶対に崩してはいけない。もう牙城ですから。うん。これはね、朝日のもう存続に関わってくるんで、100% 味は変えないです。それだからこそ、すごい信頼されてるブランドというよりは銘柄なんですよ。アサヒはスーパードライがね。もういかにこのスーパードライがうまいかって。アサヒスーパードライがまずいっていう、いわゆる生ビール。ビールが好きなやつで、アサヒスーパードライをまずいっていうやつははっきり言ってにわかなんですよ。はっきり言うと、にわかなんです。これなぜかっていうと、なぜかってもう、だって、ね、一番売れてる生ビールが、日本で一番売れてる生ビールはアサヒスーパードライなんです。もうそれが、もうすべてを物語って。つまり日本でビールといえばアサヒスーパードライなんです。あくまでも、アサヒスーパードライがまずいっていう人は、多分、あなたビール向いてないですよっていう話です。あなたはビール飲まない方がいいですよっていう。そこまで言っちゃいます。僕はそこまで言ってもいいと思ってます。なぜならば、だって、ねえ、
だってそうじゃないですか。普通に考えて。一番飲まれてる。じゃあ逆に言ってさ、一番飲まれてるやつをさ、まずいかうまいかって、さ、言ったらさ、うまいに決まってんじゃん。それをまずい、まずいって批判するやつは、ただの、アホです。うん。結局、日本だと、圧倒的に、そのスーパードライのね、の方がうまいっていう人が多いわけですから。少なくとも、まずいって言ってる人間は、少数派なんですよ。ということは、いや、確かに、まずいっていうのもわからんでもないけど、少なくとも、あくまであなたは少数派の意見ですよっていうのは、少なくとも分かってもらわないと、お話にならないってこと。最近出た朝日のザ・ドリームとかは全然美味しいとは俺は思ってませんよ。うん。ね、朝日のドライプレミアムとか、美味しいとは思ってません。全然スーパードライの方が美味しいと思ってますから。ね、はっきり言ってね。だから、確かに朝日全体で、朝日のすべてのビールがうまいって言ってるわけじゃないんですよ。俺だって朝日、別に朝日推しではないけども、朝日スーパードライだけは美味しいと思ってますか。うん。あと朝日の熟成ね。熟成はめちゃくちゃうまいと思ってますからね。熟成とスーパードライは本当に美味しいと思ってる。ただ、朝日ザ・ドリームとかは、朝日ドライプレミアムとかは別に美味しくねえって、断固言える人間ですけど。あくまでそれを言ってても別に問題ないんですよ。あくまでそれは朝日ザ・ドリームがどれぐらいのシェアを得てるかどうかは知らないですから。あくまでもでも朝日のスーパードライっていうのが非常にシェアが日本では 50% 以上超えている。まあ生ビールであるわけですから。ね。これはもうあれですか。俺が何を言おうと、覆りませんから。俺はただの、俺別にあれだから、朝日の、あれじゃねえし、朝日の社員でもねえけど、それだけはもう俺が何言っても変動せんからね。朝日スーパードライのシェアは、日本の今人口1億何千万。いるけど、51% 以上はあるという、ことはほぼ確定的なわけです。ね。それを考えれば、まずい、うまいはもう。だからこそ、その朝日スーパードライの味を、変えてしまったら、大幅に変更してしまったら、民主主義は崩壊するでしょ。いや、民主主義は崩壊するでしょ。というよりは、ただ単に朝日の会社が、バカーン潰れます。これ 100%。これは 100% 言える。もう一気に傾くよ。もう株価暴落やで。これはもう、暴落やで。大変なことなんだよ。味変えてお前。いや、別にまずくなった、うまくなったじゃないんだよ。味がね、うまくなったっていう方面に行ったとしても、まずくなったっ
ていう方面にどっちに動いたとしても、ね、あくまでも上手くなったっていうのは一個人の感覚やから。ね。全員が全員上手くなったって思うわけないんですよ。100% まずくなったっていう人間も出てくるんで、もうそれがもう始まったら終わりですよ。朝日、もう株価暴落の、ボカンボカン、あの会社が潰れていく事態になります。リストラリストラですよ。これはもう確実です。俺がわざわざアホみたいな、そんなことね、言わなくてもまあ分かってると思いますけどね。まあだから、逆にそれが、やっぱり札幌とかと全然違うところですよね。でもすごいと思うよ。恵比寿も。札幌もね。札幌もすごいと思うよ。あんだけ、エビスっていうブランドがあったのに、味をあんなにがっつり変えたのは、個人的にもう、あれはおかしいと思う。3433です。ご視聴ありがとうございました。